レイク軍はアメリカ合衆国オレゴン州の軍の一つで、集中南部の高原砂漠地帯に位置する。軍名は、この地域にアバート湖、ハートレイク貯水池、グース湖など多くの湖が存在することに由来する。オレゴン州内で面積最大の軍であるが、人口密度はかなり低く、2010年国勢調査時点の軍の人口は7895人だった。 軍庁所在地は、レイクビュー市である。オレゴンの奥地とも言われる、グレートベース南西端の高原砂漠地域に位置する。レイクビューやペイズリーを中心とする南部地域とクリスマスバレー地域、ホートロック地域、シルバーレイク地域を中心とする北部地域の二つに分けて考えられることが多い。軍の経済は農業と自然資源の管理、最終に大きく依存している。 牛の放牧、乾燥の農場、木材の保有も盛んである。20世紀初めには、開拓やホームステッド法による入植も盛んに行われた。製材業はかつてレイク軍の主要産業だったが、現在ではレイクビューに工場が一気残っているのみである。クロービス文化時代のクソイシが2007年に、軍北部のペーズリー洞窟で発見され、 放射性炭素年代測定により14,300年前のものであることが確認された。このクソ石から DNA の抽出、解析が行われた結果、アメリカ先住民のみに見られる遺伝子マーカーが認められた。ルーサークレスマンは1938年に軍北部のフォートロック洞窟で1万年以上前に作られたと思われる戦死時代の加護細工や石器。 山模様犠牲のサンダルを発見した。ヨーロッパの商人や探検家、軍隊などがこの地に到着したのは19世紀の初めだった。ピーター・スキーン・オグデン率いるハドソン湾会社の罠領隊が1827年にグースコに到着した。1832年にはジョン・ワーク率いるハドソン湾会社の罠領隊がグースコ渓谷に宿営していたことが判明しており、 同会社の解放にハンターズ・ホットスプリングスについての言及がある。ワーク体験隊はワーナー湖やアバート湖にも訪れ、チャンドラー公園の中にあるクルークト川のほとりにキャンプを設営した。記録によれば彼らは現在もオレゴンに生育する野生のプラムを食べたとされる。また、現地のインディアンに襲われたとも記録にある。1838年、エンジニアでもあった。 JJ アバート大佐は、ハドソン湾会社の罠領隊から集めた情報をもとに、ワーナー湖などの自然地理を記述した地図を作成した。1843年、ジョンシー・フレモント隊は、クリスマス湖に到達している。レイク軍にはかつて、バスク時にアイルランド人が多く住み、牧羊を営んでいた。しかし、牧牛家と牧羊家の間で放牧圏をめぐって、論争が起こり、 小麦栽培が導入されると構想は激化した。20世紀初頭、覆面を被りライフルを持った、牧牛家の一体が、霊区軍北部とデシューツ群で、羊の殺戮を行い、彼らは、羊打ちと呼ばれるようになった。オレゴン歴史プロジェクトによると、1904年4月には、一夜にして2300匹の羊が、霊区軍で殺された。 入植者の到着に伴いレイク軍は成長したが、乾燥した気候で開発に人々は難儀した。1874年10月、衆議会の法令により、ワスコ軍とジャクソン軍から分割する形で、レイク軍が発足した。当時のレイク軍は、京クラマス軍となる地域の全域及び、現在のレイク軍からワーナー渓谷を除く全域を含む地域からなっていた。 1882年、クラマス軍が文軍。1885年には、ワーナー渓谷の地域一帯が、グラント軍から活用されて、レーク軍の一部となった。リンクビルに最初の軍庁が置かれた。レークビューの町の建設予定地として、エム・ブラードから20栄ー,ーの土地が贈られた。町が発展した後、1875年の住民投票により、 軍長がレイクビューに移された。当時はまだオレゴン州各地への輸送機関が発達しておらず、レイク軍の経済はもっぱらカリフォルニア州の方を向いていた。それを示すように、レイク軍で毎日配達されていた新聞はカリフォルニア州発のサンフランシスコクロニクルシやサンフランシスコエグザミナー誌であり、オレゴン州が誇るオレゴニアン氏が読まれるようになるのはその後であった。 1840年代から1850年代にかけてコロンビア川沿いのザ・ダルズとサンフランシスコのプレシュディオを結ぶ飛脚用の道路が軍内を通っていた。軍に鉄道が通ったのは1890年代になってからである。この鉄道支線はネバダ・カリフォルニア・オレゴン鉄道と呼ばれるレークビューとネバダ州リノを結ぶ鉄道であり、 オレゴンの他の地域からの孤立をさらに際立たせることになった。1900年には大化があり、レイクビューでは75の企業を壊滅させるなど、市内のかなりの地域に損害を与えた。レイク軍庁舎レイク軍の経済は、材木業、農業、自然資源採集、医療、刑務所、自治体運営に頼っている。また、軍は、屋外のレクリエーションや観光にも力を注いでいる。 軍内には多くの牧牛農場がある。雨は少なく栽培時期も短いが、考えが進んでいることから、家畜飼育や干草栽培などによる農業が可能となっている。製材業で用いる材木は、フレモント国有林土地管理局保有地、私有地から採集される。コリンズ社は、この地域に残る最後の製材工場である、レイクビュー製材工場を運営するほか、 この地域の大地主となっている。レイク軍内の78%以上の土地は連邦政府と州政府が保有している。レイクビュー周辺にはパーライトの鉱山があるほか、かつてはウラン鉱山も存在した。その他、石油を求めて試験的に油性が掘られたこともあったが、いずれも失敗に終わっている。レイク軍産の木材やパーライトはカリフォルニア州アルトラスにある バーリントン農山鉄道の中心駅に輸送される。かつてこの鉄道は、レイク軍内で唯一軍による保有のもとに運営されていた鉄道であった。レイク軍には農業、観光、材木など季節の影響を受けやすい産業が多いが、軍内に国有林並びに土地管理局の本部があるため政府による高級の雇用も多い。土地管理局は 軍の49%の陸地を所有している。観光は、レイク軍で成長しつつある産業である。これは、軍内にハート山国立アンテロープ保護区、ハンターズホットスプリングス、グースコ、ワーナーキャニオンなどの名所があるほか、ハンググライダーやロックハンティングなどのスポーツを行う人々が集う場所が散在するなど、観光資源に恵まれていることによる。軍内には、 レイクビュー病院をはじめ、いくつかの地域医療施設がある。2005年にオープンした、ワーナーグリーク構成施設は400台のベッドを有する、中立の刑務所である。この刑務所では、時によって異なるが、だいたい110人ほどの強制の専門家が、働いている。敷地面積は37万平方メートル。施設自体の面積は6万1000平方メートル弱で、あり。 そのうちの1900平方メートルを受刑者の居住スペース、労働、教育プログラム、医療サービス、食事サービス、宗教サービス、物的設備、倉庫、保管庫、車両メンテナンス、洗濯場、レクレーション活動の場、管理事務所などの用地に充てている。この刑務所の珍しいところは、地球内部の自然地熱を利用している点である。 自熱によって温められた水は井戸を使って熱交換ユニットに送り込まれ、刑務所の水循環システムに用いられる。水循環システムに送り込まれると水の温度は低下し、再び地中に送り返される。2008年には2名の受刑者が一時的に脱走している。オレゴン中部に位置するレーク軍であるが、政治的にはオレゴン東部に近い。東部諸軍と同じく、 レイク軍で最も支持率が高い政党は共和党である。2008年の大統領選挙の際には、レイク軍の有権者の71.53%が共和党のジョン・マケインを支持し、25.95%が民主党のバラク・オバマを支持、1.53%が第三政党、または記入投票の候補者を支持した。これらの値は2004年の大統領選挙の時と、 比べると、若干ながら、民主党への支持へと移行している。2004年の選挙の時は、共和党のジョージ・ W ・ブッシュへの支持が77.8%、民主党のジョン・ケリーへの支持が20.5%、第三政党及び記入投票の候補者への支持が1.7%だった。アメリカ合衆国国政調査局の発表によれば、レイク軍の総面積は2万1650。 平方キロメートルで、そのうち2万1千七十平方キロメートルが、陸地五百八十平方キロメートルが水域である。水域率は二点六六パーセントである。レイク群は最も低いところで、標高二百六十メートル。最も高いところでは、標高二千五百七十四メートルになる。群内には、アルカリ湖、高原砂漠の低木地帯のほか、ウェスタンジュニパー。 ポンデローサ松、ロッジボール松の森林地帯が山間部に広がる。珍しい地学的特徴を持つことから、ロックハンティングや自然地形の観光が盛んな地域となっている。レイク群北東部のクリスマス渓谷砂丘の近郊に、ロストフォレスト研究自然地域という保護された古い森林地帯がある。ホッシル湖は、戦死時代の動物の化石が多く出土する地域の近くに位置する。 クラスビュートは、軍の北東端にある黒曜石の丘である。クラック・イン・ザ・グランドは、クリスマス渓谷北東部に位置する亀裂であり、その底には一年中氷が張っている。軍の北西部には、古代に成立した、加工庫であるビッグホール、ホール・イン・ザ・グラウンド、フォートロックがある。レイク軍の軍内に全域、または一部が属する、分水界は、以下の12である。 アバート湖の東岸群内にある湖は以下の通り、2000年の国勢調査では、軍の人口は7422人で3084世帯2152家族が暮らしていた。人口密度は1マイメートルあいにだった。例、スクエアミの平均密度に3999件の住宅が建っている。人種構成は白人90.97%、 アジア系0.71%、アフリカン・アメリカン0.13%、先住民2.37%、太平洋諸島系0.13%、その他の人種3.19%、および根結2.48%である。人口の5.44%はヒスパニック、またはラテン系だった。先住構成はアイルランド系14.1%、 アメリカ系14.0%、ドイツ系13.8%、イングランド系11.8%である。人口の95.9%が英語を、3.6%がスペイン語を大一言語とする。3084世帯のうち29.00%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、58.60%は夫婦で生活している。 7.50%は未婚の女性、または家父が世帯主であり、30.20%は結婚していない。26.20%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、11.10%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.39人であり、結婚している家庭の場合は2.84人である。 軍内の住民は24.90%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が5.10%、25歳以上44歳以下が24.30%、45歳以上64歳以下が28.10%、及び65歳以上が17.70%にわたっている。中央値年齢は43歳である。 女性100人ごとに対して男性は100.50人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は98.30人で、ある。この都市の世帯ごとの平均的な収入は29,506ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は36,182ベイドルである。男性は29,454ベイドルに対して、 女性は23,475五米ドルの平均的な収入がある。この地域の1人当たりの収入は16,136六米ドルである。人口の16.10%及び家族の13.40%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の20.40%及び65歳以上の9.50%は 貧困線以下の生活を送っている。霊区群の北部には地学的に興味深い名所が数多く存在する。中でも、ホートロックという氷河期に固定だった場所で火山活動が起きてできたクレーターやホートロック、ホームステッド村博物館はよく知られる。また同地ではラクダの骨や先住アメリカ人の工芸品などがたびたび出土している。1938年には 世界最古の靴がこの地で出土し、それまで4000年前と考えられてきたアメリカ国西部の人類定住の時代区分が大きく見直されることとなった。その後、北部、グレートベースンでさらに古いサンダルが発見されると、考古学者、ルーサークレスマンの業績はたちまち評価されるようになった。この発見、及びアメリカ北西部の選手時代の様々な研究が評価され、 クレスマンはオレゴン考古学の父として知られるようになる。北ブレイク軍では他にロストフォレスト、クラック・イン・ザ・グラウンド、ホール・イン・ザ・グラウンドなどがよく知られる。オレゴン産非長席がクラッシュの北部で採掘される。日朝席はオレゴン州の原石に指定されている。他の名所にアバートことアバートリム、グースコ、ハンターズ・ホットスプリングスと間欠泉。 シュミンク記念博物館、レイク軍博物館、レイク軍ラウンドアップ博物館、シュミンク博物館、ワーナー強国スキー場、ギアハート山、ハラノ・シェルドン国立野生動物保護区、サマーコ温泉、プラッシュ近郊の飛鳥席、ワーナー湿地、サマーコ野生動物地域、フレモントウィネマ国有林群に属するフレモント、国有林などがある。ハート山国立アンテロープ保護区には、ビッグホーン、 プロングホーン、キジオライチョウ、捕食性の鳥類、渡り鳥などが生息する。レイクカウンティエグザミナー氏は19世紀後期に創刊した新聞であり、本社をレイクビューに置いている。ありがとうございます。